気の滋賀プレゼンやらせてください。これ滋賀ってことはこれは、はい、私です、竹本、はい、滋賀プレゼン一回やらせていただいて、うん、その一応ロケに行くことまでは決定にはなったんですけれども、うん、まあ、憧れの西川さんからメッセージをいただいたじゃないですか。そうだそうだ。にもかかわらず私はバラエティーにより、うん、バラエティー寄りにやりすぎたっていう、なんか本当に申し訳ない。滋賀県の皆様にどうお詫びしたらいいかっていうぐらい。そんな考えてました。私それからまた勉強を重ねてるので、本気の滋賀プレゼンがやりたいんです。いや、なんかじゃあ今いける、なんかこの1個いいですか、うん、あの最近ですね、とにかく滋賀県の勢いがすごいんですけれども、うん、あの聞いたことないけど、少し前になるんですけど、朝ドラのスカーレットって、はい、それはまあ滋賀県を舞台にしておりまして、信楽焼きが題材になってるんですけど、大河ドラマの麒麟が来るという、うん、ゆかりの地ってたくさんあるんですけど、その中の一つが滋賀県の西京寺というところなんですね。なのですごくこう今大河ドラマの方にも朝ドラの方にもこう滋賀県がつながっていっているっていう、なんか皆さん顔をちょっと腹だ、原田がもう眠そう。原田やばい顔してる。これはもう裁判ですよね。滋賀のこと全く考えて、今もうベッドのこと考えてたからもう眠そうな。これはすごかった。今のひどかった。今自分が抜かれてることも気づいてないでしょ。ひどかったですね。あ、でまだいいよ、いいよ、いいよ。今の時期で言いますと、今の石山寺というところが有名でして、春夏秋冬いつの季節に行っても違う楽しみ方があるよっていうのと、あとはその石山寺っていうのは紫式部ゆかりの地になっていますので、歴史好きの方には特におすすめの県なんじゃないかなと思う。そういうあたりをどうしたらいいんですか。どうしたらいいですか。ごめん、みんな起きて起きて、みんな、ね、起きて、ごめんごめんモニーや、ごめん、ちょっともうやっぱ原田を見て羨ましいと思っちゃったらかぶせちゃったみんなで。ごめんごめん、起きて、ね、まだあんの、まだあんの。いや、あるんですけど、ちょっと話してよ、じゃあもう一回。まだあんのね。他にはまだいいですか。やっぱ春はですね、彦根城の桜がすごく有名なので、やっぱ春は彦根城に行ってほしいなと思います。そして夏がやっぱり滋賀県にとってはすごくいいところなんですね。夏はですね、やっぱ琵琶湖の花火大会もありますし、西川さん主催の稲妻ロックフェスもあります。これ私どうしたらいいですか。どうしたらいいですか。どうしたらいいか分かんない。聞いてみんな。みんなパターン変えて何してんだよ。でもスタートは全部原田だからね。原田だけは本気だから。あれガチだ。皆さん年末でお疲れの様子。竹本のプレゼンはまた改めて万全のコンディションの時にやりましょう。